あ、春日くん、ちょうどいいや、待ってたんだよ。ん？なんだよ、何かあったのか。というわけで結論から言うとさ、偉人町にマブチが舞い戻ってきたってこと。は？マジか。だってあいつ偉人町追放されたはずだろ。ね、困っちゃうよね。マブチのやつせっかく見逃してあげたのにさ。わざわざ偉人町に戻ってきたってことは、あいつハンピン・リューマンに返り咲く気か。どうかな。もうそんな力は残ってないはずだけど。手下はほとんどあいつの元から逃げてったし。じゃあまた近江連合を後ろ盾にしてるとか。今のマブチに近江がそこまでする利用価値はないかな。ん？じゃあよ、マブチが戻ってきたとこで別に大した脅威じゃねえのか。多分そういう状況だと思う。マブチはもうすっかり落ち目だよ。嬉しい？あいにく人の落ち目を笑う趣味はねえよ。慰めに行ってやる義理もねえけど。寛大だね。春日くんって時々ちょっとかっこいい。時々で悪かったな。ただ前にも言ったかもしれないけど、問題は孫飛さ。なあ、コミジュルを燃やした張本人のマブチが戻ってきて、何もしなかったら示しがつかねえもんな。そう、今彼女がハンピン・リューマンのトップ。マブチが戻ってきたのを知ったら間違いなく彼女はマブチを殺す。だろうな。で、お前はこの状況をどうしたいんだ。コミジュルが動く前にもう一度マブチを偉人町から追い出したい。見殺しにはしたくねえってことか。あんたを裏切ったやつなのに。ね、つくづく自分は甘い男だと思うよ。なんだかんだあいつのこと仲間だと思っちゃってる。もう仲間でも何でもない。自分を殺そうとさえ思っている天敵なのにね。甘い男でいいじゃねえか。俺はそういう男の方が好きだぜ。なんだよ、ちょっとやっぱり人間くせんだな。ちゃんと人間なんだな、お前。春日君、僕を何だと思ってたんだい。失礼な人だね。だがコミジュルより先に動くとしたら、そうのんびりもしてられねえな。もしマブチの居場所が分かったらすぐに動かねえと。俺でよかったら手貸すから行ってくれよな。春日君、ありがとう。お人よしだね君は。お人よしは嫌いか。いや、嫌いじゃない、むしろ好きだね。ならよかった。